という感じになりました。はい、はい、こちらのチャンネルでは発達障害重大ニュースえ発達障害ワイドショーを放送いたします。はい、えー、担当がえ進行がえー、とカエの千葉とはい鈴木です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はいはい、でまああの先ほども言いましたがあのこちらの <laughs> チャンネルはまあハブ空港みたいなチャンネルですのでご興味がある方はサブチャンネルとかにあの移動しつつ。 あの箸休め的な感じで <laughs> お楽しみいただければと思います。はい、これから90分間、えっ、ー、と大体5つの話題をまあ、10分から15分程度あのお伝えしていきます。で、まずは第10位からなんですが、えっ、ー、と10位と9位の間とか9位と8位の間は結構時間があってえー。そこではあのこの今回のイベントを協賛していただいたところ、講演していただいたところ、企業団体のえっ、ー、とお名前などをご案内していく予定で、はい、まあそれでまあのんびりと。 えっと、過ごしていきたいと思います。はい、はい。まず、そもそも、なんでこんな企画をやろうとしたかなんですが。そうですね。まあ、あの、重大ニュースとか書いてありますけど、もう勝手に鈴木が選んで。<laughs> なるほど。全然。全然、何の根拠もないですね。 特にこ,うこれといった指標があるというよりは鈴木さんの中の10代。ありますだよくワイドショーで、はいはい、なんだっけ、ツイッターで投稿された数とかで10位から1位とかあるじゃないですか。はい、何もなし <laughs> 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 ただ<単>、<laughs> 一応言うと、あの前半の90分、10位から6位はやや知識系です。はいはい、なるほど、はい、なので、あれこれ、次のスライドだったかな。あ,のあ,あ後で言いますけれども。あ<ー>あの ちょっと知識系で,で、後半は若干ちょっとあのこの発達障害の方の支援とか、雇用の,あの支援していて、まあ、鈴木が普段ちょっと思っているものを叫ぼうと、なるほど <laughs> ちょっとやっぱりあの納得いかないこととかあるんで、はい、ちょっと毒を吐く的なところもあるかなという感じになってます、ね、後半から鈴木さんの主張がそうです、ね、入ってくるかもしれないはい。 あそかで初めにちょっと用意していたんで、じゃあ、これをお見せしながら先,先に行った方がいいですねで。ちょっと画面共有していると思いますが、まず登壇者の紹介ということで、はい、えっと、鈴木です。で、えー、会員の共同創業者。実は今、もう一人の創業者はネパールにいまして、えっ、ー、と、はい。まあは、初めからフルタイムでいたわけじゃないんです。そ ソというあの私の大学院時代の知り合いと一緒に始めて代表取締役をしています、えー。発達障害の男子学生の父とありますけど、今18歳になる子どもがいまして、えーと、彼が発達障害と2007年に診断されたのがきっかけで2009年にこの会社を始めてまんです、ねで。この前あの何でしたっけ、健康診断やって貧血なのはもういつも貧血なんですけど、それと悪玉コレステロール。 が多めあんま関係ない。まあ、これでもいろいろ調べたらストレスが多いとなるっていうことなんで、これは職場のストレスかなと。さっそくとこ発表ですかで、ケータって喜びが太いって意味なんですけど、基本的には小さめで不安が強いタイプだなと自分では思っていまして、で、趣味は仕事と。まあでもそこでストレスが溜まってるかもしれないい。千葉さんは。 はい。あっさりと。そうですね。すごい、ちょっと何書いていいか分からなくて、すごいあっさりとしてしまいましたが、えー、普段は、海外の教育事業部のティーンズの方で働いています。ティーンズ北浦のスタッフの、はい、柴と申します。えー、私はまだ入社、この会社に入って入社1年半、まだまだ若葉マークを持っていたいという気持ちの児童指導員でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というぐらいで、えっ、ー、と、あでもう1枚か。 で、さっき言った重大ニュースの、あの、まあえー、実際のものをここに載せてるんですけど、あ、皆さんチャットや、あの、Q&A はガンガン入れていただいて大丈夫です。はい、はい。全部読めるかどうかっていうとちょっと怪しいんですけれども、はい。頑張って読みたいと思います。で、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、13時から、えー、と14時30分は、えー、この10位から6位まで上がっていきます。つまり、はめは、きょ えと今回のキーワードでもあるニューロダイバーシティっていうのが、確かにこれはでも実際、えー、とこの1、2年明らかにニュースかなと思ったので挙げてます。はい、で9位は超短時間雇用というのがありまして、えー、とこれが次の国会かなで取り上げられる予定のはずなので、次のつ通常国会かななので、ちょっとこれをあのご案内します。これは発達障害の人、特に あの体力が弱い人にとってはあの、まあ、明るいニュースですね。で、8位が通信サポート校の今後ということで、ここで、えっと、右側にあります 障害者権利条約批准後の初審査というのが国連が日本につけてやったことがありまして、実はこれ本当だったらトップニュースになるものなんですけども、えー、このトップニュース、重大ニュースやった時には、まだこれなかったんで、うん、あの我私が作った時には、ちょっとこれを8位のところと混ぜてお話ししたいと思います。7位がコロナと発達障害。ちょっとここはちょっとあのさっくり言ってで、6位が YouTuber。 これは、あの、サブチャンネルの方でも、今回、かなり出ていただいていると思います、YouTuber、まあ。えっ、ー、と、発達障害のことを語る上で、最近、えっ、ー、と、避けては通れない情報発信の場になっていると思うんで、えっ、ー、と、こちらに関して、ちょっと思うことを伝えたい。で、あとは、後半は5位から1位を、えー、農園ビジネス、法定雇用率、就労移行支援、自立訓練、それから放課後等デイサービスと、はい、はい。こちらは、ちょっと独破系になるかな、という予定です。<laughs> まず1時から2時半までの間はこの下半分です,、ね、そうですね、下を行きたいなと思っています。はい、じゃあちょっと一回共有外しますはいあ今ね、あのサブチャンネルの URL というか、あの行き方の PDF、あのまた再度お送りしているので、はいえ、サブチャンネルに行きたい、他のチャンネルも気になるという方は、その PDF をチェックして、URL を押してくださいはい。